どうも皆さんこんばんは、 NM です。東京から帰ってきました。2泊3日の東京旅行、非常に楽しかったんですが、ちょっと香川の田舎っぷりにやられて、今すぐにでも東京に戻りたい感が半端じゃないんですけどっていう話はもうどうでもよくて、ガシャですね。まあ、とりあえずガシャ引いとけと、この3日間来るから全然やってなくて、ログインして石だけねもらってたんで、とりあえずガシャだけ引いとけとね、いうことで、メンテナンスがあって第4弾に変わりましたね。ということはやつが来てるんですよ、やつが。まあ、この団子クッキングひなみもも非常に可愛くて欲しいんですけど、やつが来てるんですよ。1年間追い求めてきたムカデオマと石金木くん、ですね、約本当にちょうど1年前ぐらいですかね、9月20かそれぐらいに多分初めてグルカラの動画を上げたんで、本当にちょうど1年、ムカデだけを毎回毎回ムカデ言い続けてまだ弾けてないんでね、今回多分まあ弾けないだろうけど弾きたいですよね。で、まあ、舞い降りなければいいと思います。で断罪の一撃アリマ、まあ、こいつはもう完全に当たりですね。平子はもう1枚持ってるんで、多分当たったら売りますね。で同期に背を向ける預ける、渚は、うーわこいついるのかきついなきついですね。あーお前の存在忘れてた。まあ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 養生だからね、許してやろう。ということで、6連が4回引けるのかな。もう単発では引きませんよ。というわけでね、引いていきたいと思います。高槻1000も出んのか。じゃあ引いていきましょう。そうそう出る。うわ来た。えマジか、マジムカデさん、ムカデさん、うわ捜査官ってことは、ってことはだよ、ってことは、ってことは、うわあやだくそ、そうだろう。おい1発目から来たっつうのに気を取り直していきますか。まさか紫ポットが見れると思う。いやマジか、え嘘、これやばくね、まさかの、これは断罪が来るんじゃないの。おい来い、うわ来た待ってこれ待って、ちょっと東京から帰ってきた自分へのご褒美つうか、いっぱいお見合い買ってきた。今ここにもスカイツリー立ってんだけど、デスクの上にもさスカイツリーのなんか光るさ置物立ってんだけどさ、やばくない2回連続。マジかこれ神引き、やばい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 、流れ来てる、流れ来すぎてやばいんだけど、ちょっと待ってマジか、ちょっとほんと興奮が収まらないけど、この調子で次、うわ SSR の数が半端じゃない。おお、なるほどねなるほどなるほど、ラストいきましょう。いやまあ来ないか、でも UR2 回連続かも、断罪アニマ、これちょっと次回の動画から僕捜査官使っていきますね。ということでちょっと見ておこうかな、当たったやつ多分、あボックスの中全部いっちゃったか、マジかマジ、ちょっと待って、これ入手順とかできないのこれ、並び替え、入手順でやばないか、ちょっと待って、まあこの舞い降りられたのはさすがにちょっとイラッとした最初申し訳ないが、でも次また紫ポット見れるかと 思ってなくて、で捜査官出てきた人、断罪断罪っつって断罪ありも出てきましたよ。皆さん今回は、前回爆死したんですけど100個使ってね、今回は無事勝ち申したわこれほんと。ということで、ね、飯まず動画になってしまったかもしれないですけど、今回は非常に有意義なガシャとなりました。お疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。